の木の原木になります。形がですね、結構なんて言うんでしょうね、まあ、扁平というか、こっちの方に、結構えぐれてる感じのね、木がそういう風な感じで、まあ、育っていったのかな。まあ、この辺もちょっとね、入り川みたいな感じ、ね、の名残があるので、かといってね、目割れの木でもなさそうなんですよね。はい。サイズが 2.2 メーターの、末口の検知で42センチという、原木になりますね。幅の広いところでだいたい60センチくらいですね。はい。そうですね。まあ、こういうちょっと大きなね、節なんかも入るんですけど、かえって、生き節のね、大きい節がドンと入るような感じで、生材の方向はこう、幅の広い方向、板がね、取れるような感じで、今この状態から、まあ、縦のね、感じで、90度ね、回転させて製材していこうかなというふうに考えています。はい、これもね、まあ、岩手県の、ヒノキなんですけど、結構ね、まあ、赤身の方、中心の方なんかは、目摺りがなかなかいいのでね、身もしっかり詰まってる感じなんですけど、はい、なんかこう楽しみですね。特にね、ここの上のこの部分ですね、この辺なんかどんなね、木目のね、ヒノキの一枚板が取れるのか、ちょっとすごくね、楽しみですね。こっちがね、末口なんですけど、一応ね、こういう風な感じでしっかりね、実はついてるんですよね。形自体がこういう風な扁平のようなね、ちょっとえぐれた感じの形になってるんですけどね。はい。なかなかね、面白い、原木だと思います。はい、それではね、製材してきます。この板は1寸3分40ミリで製材します。この板は1寸5分45ミリで製材します。この板は2寸60ミリで製材します。この板は2寸60ミリで製材します。Thank you.
のあたりまで来たのでね、原木を回転させて反対側を整備していきます。まあ、反対側の方がね、ちょっとこの固めの感じでね、どういう板が取れるのか、まあ、ちょっとね身が幅広の一枚板を取るね、身が本当に最後の最後の方だけなのかな、ちゃんとした板がね取れるかどうかあれですけど、はい、じゃあ引き続き製材していきます。この板は8部ですね、24ミリの板を製材します。この板は2寸3部70ミリを製材します。